市留学生インバウンド観光大使に委嘱されたのは山口大学と県立大学の留学生29人です。留学生の代表に伊藤和樹市長から委嘱状が交付されました。中国やインドネシア、ネパール、ラオスなど6カ国からの留学生たちはこれから3年間自らの SNS を使い山口市の観光や食などの情報を発信するということです。伊藤市長は家族や友人らに日本に来るなら山口を訪れてもらえるよう魅力を広げてほしいとしました。魅力を感じたのはやっぱ足湯ですね。中国はあんまりないです。足湯も温泉もあんまりなくて、まあ、あの山口に来た後すごくなんかびっくりしました。留学生らはこれまでに市内の名所旧跡巡りや着物の着付け、瓦そばの試食をするなど観光についての研修を受けていて、市では外国人の目線で日本人が気づかない魅力も見つけてもらえればとしています。